自分らしく生きるには何から始めたらいいのでしょうかという、まあめちゃめちゃあの本質的な質問をね、いただいておりますけれども、はい、自分らしく生きる。ね自分もわかる。この気持ちすごいわかるわ。多分ね、27、8ぐらいの私も、自分らしく生きるとか、そのままの自分、なんか、ありのままの自分でとかね、自分を好きになるとか、自分を大切にするとかやっても、 どういうことなんでしょう <laughs> すごい、よくわかんなかったんだよね。いや、大切にしてると思うんだけどなーみたいな。うん。とか、自分らしく生きる。いやでもそんな頑張っていい子になろうとかもしてないし、結構なんか自分らしくやってるような気がするんだけどなーみたいな感じで、あの、よく分かってなかったんだよね。自分らしく生きるっていうのがどういうことかね。うん。 そう。え、ドバイいいのめっちゃ楽しそうなストーズを羨まして。ありがとう。そう。せのな、そう、ちょっとね、体型がドバイっぽくなってきちゃう。<laughs> で、ドバイだと、あの、ビキニチャンスたくさんあるんで、ちょっとやっぱ私、太んのやめようかなって、今日ぐらいから、あの、思い始めて、あの、早、二日目っていう感じです。はい。そのクルージング本当めちゃめちゃ楽しかった。もう、 気温とかもすごい良い具合なんだよね。海もエメラルドグリーンで超綺麗だし、もう最高。うん。浅井さんの講座入ることから始めましょう。<laughs> 今日の質問さばしい。髪の毛、そうなんですよ。サロン行ったその日はツヤツヤサさサラで、このまま私はね、一週間、あの、一切髪を洗わず、このサラツヤを保って、まあ、だんだんちょっとだけクオリティが落ちていくんですよね。このサラツヤのアイロンをかけてるんで、アイロンがちょっとこう、 なんだろう今はすっごいストレートなんだけど、だんだんやっぱりうねってくるから、だいぶうねりが、あの、悪化してきたら、またサロンに行って、またこの状態に戻してっていうような感じで髪の毛をキープしてます。何の話うん。はい。あ、そうそうそう。質問、質問。自分らしく生きるとはね。そう。あの、私の回答、これすごい、なんで、あの、一言で言うと、まあ、すごいね、あの、 自分らしく生きてそもそも何とか、何から始める以前にそもそも何みたいな話もあるから、ちょっとね、一言で回答するのは難しいんだけど、それでも強いて言えば、強いて言えば自分の感情を見て自分の感情に従って動くようにしていくっていうことなのかなというふうに私は思います。例えばなんだけど、そう、あの、 実はやりたくないことをやめるとか、本当はやりたかったことにチャレンジしてみるとか、なんかそういう、なんか本当はどうしたいんだろうね、みたいなところを見て、で、結構そういうことを考えていくと、なんかね、あの今 <laughs> やってる日常が、 結構変えなきゃいけなかったりするわけ、人によっては。例えば、あの、え、本当は私って目覚ましかけておきたいのかなとか、本当は満員電車乗りたいのかなとか、本当は私って洗い物したいのかなとか、本当に今の家に住みたいのかなとか考えていくと、まあ若干絶望しちゃう可能性もある。うん。うん。だけど、うん。そう。だとこのね、桃さちゃん書いておくこれもポイントだよね。やっぱ本当に疲れすぎてると、その自分が本当はどうしたいかっていうのも気づけないから、うん。 でも、なんていうのこんな本当の自分の気持ちなんて見たらもう今の、あの、やってる、あの、日常が破綻するって思っちゃう気持ちはわかるんだけど、でも、一つずつちょっと見て、見ていくっていうところからかな自分の感情を。うん。そう、そう、やっぱりね、嫌なことをやめるところから、やりたいことをやるっていう、 ことを言う人は多いんだよね自分らしく生きるって言った時にやりたいことをやるっていう人多いんだけど、私の考えではいきなりやりたいことをやっても、今までの日常ですでにキャパオーバーなところにさらにプラスしても続かないから、まずは嫌なことやめてキャパシティを増やすっていう方が先じゃないかなって思うね。うん。そう、本当にね、そう、自分らしさはね、本当にね、自分の中にあるんだよね。そうでしょ服用亀のね、バディ確認したでしょ <laughs> ドバイ型の体型確認したでしょ もうね、やばいよね。あの、ドバイの人も結構やっぱ民族衣装の人はあれ着てんだよね。黒いアバヤっていうさ、あのストーンってさ、あれ着てたらマジデブってもわかんない。休いってもデブってもマジわかんないから、これ絶対デブるわって思って。<laughs> ちょっとね、でも美味しいものいっぱいありすぎて、あの、食欲を抑えるの無理だから、私今住んでるレジデンスにジムとプールがついてるんですよ。最新、最新型のね、築半年のレジデンスだから、最新型のジム スパがついてるから、ちょっとそこね、ジムとスパ通いまくって、頑張ろうと思う。<laughs> あ、いいね。自分がこの人みたいになりたいと思った人についていくのが良いと思います。素晴らしい。そうまず寝るまず寝るマジ大事。あ、ピスコちゃんこんばんは。うん。そう、別に疲れてないしと思っててもね。そう、実はすごい疲れてる。いや、ほんとそうなんだよね。うん。洗い物したくないって気づいたら本気で嫌になっててためがち。いや、うん、もう害虫出そう、これ。 た <laughs> まったらよりやりたくなくなるからさ。うん。そう。ね。そう。まずやりたいことはね、わかんなくて普通だからもう。うん。ね。うん。ドバイ羨ましい。ありがとうございます、うん。すごい楽しいよ、本当に。そう。お寿司もめちゃめちゃ美味しかったし、マジ最高。うん。いや、食べ物めっちゃ美味しい。マジで、ドバイは。なんで美味しいかっていうと、やっぱり世界中の、あの、富裕層が、あの、住みに来てるから、あの、すごいね、 なんかミシュランシェフのお店だらけなんだよね。ミシュランシェフをさ、多分なんかお金に糸目をつけずさ、ハイアリングしてくるから、全世界からヘッドハンティングしてくるから、三つ星ミシュランシェフのお店ばっかりで、全部本当にサービスのクオリティも料理のレベルも高いし、例えばあのお寿司とかも本当に美味しいんだけど、毎週あの日本から空輸してるんだって、もうそういう世界、だから全世界の美味しい食べ物がもう毎日空輸とか、 で、もう全世界からもう集結してるから本当に美味しい。最高です。うん、<laughs> そう、うん。いや、今回は行く。今回は行くと思う。<laughs> そう、すごい、なんかね、うん、めっちゃ美しいところにあるから。うん 物価はね、あの普通、意外と普通、物によっては高いけど、例えば今日私ヘアセットさん、ヘアセットっていうか美容室行って、あのヘッドスパとトリートメントと最後ヘアアイロン仕上げやって6000円ぐらいだから別に高くないよね。うん。なんか食べ物とかもお店によるけど、うん。 あの、そんなに高く、普通かなうん、日本と同じか、ちょい高ぐらいの、うん、あの感じなんで、もう本当にすごい、最高。うん。毎日9時間寝ると、たまに6時間眠の時に拾うとかも、さ、全然違うんだよね。これもやってみないとわかんないんだけどさ、うん。ちょ、来て来て、本当に、ドバイ。うん。私も絶対将来、ドバイとデュアルライブしたい。ドバイさん。でもね、ドバイとデュアルライブ大変だと思うよ。あの、時差っていうか、11時間かかるし、もう私、ドバイと、 ドバイだけでいいもん、なんか。<laughs> むしろなんか他のとこ住みたくない。<laughs> そう、うん、そう、すごい。さす、本当にね、さすがドバイ。そう、髪の毛つぶつなんですよ、今日も。そう、日本と変わらん感じ。スーパーとか全然安いし、なんか外食の高級なお店は普通に一人一万円とか二万円みたいな。もっと言ったら一人十万円みたいなところもあるけど、もう本当ピンキリ度合いも全部日本と同じぐらいだね。うん。 本当はどうした授乳やめたいけど、捨て姿可愛いどうしたのか。まあ自分で選べるって考えたらいいんだよね。どっちでもいいと。うん。やめたいけど、やめれないよねって思ってると苦しいんだけど、本当に今日いきなりやめてもいいって自分に許可すると、本当はど、なんかあげたくてあげてるのか、やめたいって思ったらいきなりやめた方がやっぱりハッピーなのかっていうのが見えてくるよね。やっぱり、うん。そう、来て来てドバイ。楽しいよ。<laughs> はい。じゃ、ちょっと、待ってごめん、ごめん。この質問だったらちょっとドバイの話になっちゃった。次の質問、もドバイじゃないや。うん。なので、とりあえず、あの、自分らしく生きるとは何かが始めたら良いのでしょうかという素晴らしい質問をいただいた、えっと、なんとかさんは、うん。あの、まずはね、うん。 自分がどうしたいかっていうのをちょっと、あの、一個、一つずつ見ていくっていうことをやってみてください。まずは、たくさん寝る。うん。目覚ましで起きないっていうのは私はすごいいいことだと思う。あの、目が覚めるまで寝て起きる。うん。そういうとこからね、始めてみるといいんじゃないかなと思います。で、疲れることをなるべくやめる。全部一気にやめる大変だけど、一個ずつ、ちょっとずつ手放していくとこか始めてみてください。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。